トヨタポルテスライドドアは自動車の乗降用ドアの一種。通常のヒンジドアは支点を中心に外へスイングして開閉するが、スライドドアは車のボディに平行に開閉する。トヨタハイエース通常のドアに比べ大きく開き、ボディに平行に開くためドアを開けてもスペースを取らない。このような利点からミニバンやワンボックスカーの後部ドアを中心に多くの車種で採用されている。 日本車での採用は1964年発売の3代目、ダットサンキャブライトライト版からで、以後1970年代前半に登場したトヨタハイエース、ダイハツハイゼットなどが続き、本格的な普及が始まった。貨物車は主に両側スライドドア、乗用ワゴンやワンボックスカーは左側のみ装備が基本であったが、1999年に登場した2代目、日産。 セレナは、両側装備を基本とし利便性が発揮されたことから、打者にも広がった。日産、プレーリーなど FF 車ベースの車両は、初期から両側にリアスライドドアを採用していた。一方、1994年に登場した、ダイハツアトレーでは、軽自動車としては珍しく一部のグレードに、片側スライドドアを採用し、常用イメージをアピールした例もある。また、トヨタアイシス。 二代目トヨタラウム、二代目、三代目、ダイハツ担当は、助手席側のピラーを、リアドアに内蔵した、パノラマオープンドアを採用している。スライドドアを備えた、三菱、イークワゴン両側フロントドアへの採用は、鈴木アルトが1988年に採用したが、普通車より3万円高い価格設定であったこと、開閉に、総応の力が必要ということもあり普及しなかった。 あとに、ドアが大きく開くため小型車でも採用されるようになったのは、EG ーークローザーや電動開閉機構が装備されるようになってからである。トヨタポルテ、スペイドやプジョー1007のように、フロントドアに電動スライドドアを採用したものや、三菱、EK ワゴン、EK スポーツのように、鉱石左側のみ採用しているもの存在する。 しかし特殊な形状からコストが多くかかるなどのデメリットもある。ハンドア対策として1990年代後半は e ージークローザーが普及したが最近はキーのリモコンや運転席のスイッチなどにより電動で開閉するものが主流になりつつある。給油口がスライドドアと同じ側に装備されている場合ドアを開けると給油口を支障する場合がある。そのため 給油口が開いている時にはドアが一定位置より開かないようブロックするストッパーが必ず装備されている。パワーウィンドウの採用は動くドア内にあるモーターへの電力供給配線に難があり、ヒンジドアに比べて遅れる傾向にあった。特に1990年代中盤までの常用ワゴンはスライドドアにはパワーウィンドウを装備せず、留め具式のフリップアウト窓というスタイルも多く、 見受けられた。乗用車タイプ以外の自動車におけるスライドドアはトラックではバンボギの側面扉に、またバスでは日のポンチョが側面の上降扉に採用している。ありがとうございます。